しいなって思いながらやってます。私投げ飛ばしちゃった。投げ飛ばしちゃった。のんびり屋です。長所は割と楽観的なところで、短所は自分に甘いところですかね。まあ何をやりたくってこの活動に応募したかよね。でやっぱ感動する声っていうのは自分たちの中で見つけてみてほしい。自分の殻って自分でしか破れないわけよ。先生はきっかけしか多分言えないから、ここはプロだと私言ってるから、自分の力で殻を剥いてってほしい。はいはい、はい、先生の殻を破っていこうみたいな一言で、みんな結構大きな声を出そうって頑張ったりして、その瞬間はすごく楽しいなって思いました。日差しの中で大きく手を振った、半袖のシャツ、その真っ白さが青春時代の頑固さだと思う。プロとしての意識といいますか、そのたくさんの先生方がおっしゃってることがちょっとずつなんか分かってきた気がしてるだけかもしれないけどしてますね。ソロパート、正直、まあ、メンバーの足を引っ張っちゃうんじゃないかなっていう不安が大きくて、隣のセンターのトアちゃんと新芽の鈴木は結構覚えるのが早かったり、ダンス上手かったりして悔しいなっていう思う部分が今あります。だけど、まあ、これまでやってきた練習とかメンバーとお互いに教え合ったりとか、それを糧にしてこれからデビューまで自分を磨き続けていきたいなと思います。あキラーてたスーツを着て平凡な髪型でつまらない人間になってしまった僕を見て君はどう感じた。八重樫美里です。長所はなんか慣れてきたら仲良くなれるところ、短所は少しマイペースすぎるところかなって思います。声のポテンシャルが見えない、まだちょっとなんだろう、トライをしてない、もっとあーっていうところを見せてほしいな。綺麗かってよりやっぱ感動する声で歌えるかどうかの方が、その多くの人に聞いてもらえたりするんだよ。つまらない人間になってしまった僕を見て君はどう感じた。だいぶ力を感じたよ。だいぶいいんじゃない。私が今まで見てきたアイドルの人たちがしてることを今自分がしてって、なんかとても不思議な感じだなって思いました。ダンスはずっとやってましたか。今回が初めてです。まだ始めたばっかりでなんか分からないこともたくさんあるけど、なんか毎日楽しいなって思いながらやってます。私投げ飛ばしちゃった。投げ飛ばしちゃった。笑いのツボ浅いかも。私はすごい恥ずかしくて、なんかずっとにやけちゃうの。にやけない？ずっと真顔だよ。真顔じゃないかよ。北海道出身の工藤伊和です。マイペースです。必死。もうチョコレート必死だよ。トマト。トマト好き、私も。
いちごも好きです。いちごも好きです。特技は口笛短所は行動がとか準備が遅いマイペースなところで、長所は周りを見て行動できるところだと思います。2番乗りです。これ歌った時に何か感動してくれるかなって、伝われみたいな感じで歌うっていうのが表現者として一番大事なこと。なってしまった僕を見て、僕を見て、おいつまらないが平凡な髪型で、つまらない人間になってしまった僕を見て、君はどう感じた？そう、つまらない人間を君はどう感じたってすごい大事なセリフを実は言ってる。歌詞の強弱をつける部分とかをたくさん歌って練習しました。かわいいかわいい、めっちゃ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 かわいい。なんで恥ずかしがってるの？めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。12、12の間に高2はちょっと、変わんない。大丈夫か？かわいい、かわいい、かわいい。余裕、みんな持てるよ、私多分。姉妹。本当に可愛くて、妹になってもらってます。今井ゆきです。愛知県出身です。クラシックバレエを9年間習っていました。明るくてみんなで、ね、笑顔を作りながら表情とかも気をつけて歌練習をしました。ワン、ツー、はい。あの日、そうそうそう、ここのベースが、あーべーがー、歌える？ここか。ワン、ツー、はい。あの日、嫌ってたスーツを着て、平凡な髪型で、OK。この前はね、まだ本当にまだ信じられなかったんですよ、正直。だけどアイドルになるっていうのを実感し始めたので、ダンスも歌もどんどんレベルアップできるように頑張ります。福井県出身の宮古修理屋です。のんびり屋です。意気込みは毎回言ってるんですけど、昨日の自分を超えるです。オーディションでも言いました。ずっと言い続けます。いややばかったです。ちょっと追いつかないと難しいです。頑張ります。よく自分に自信がないって言われるから、なんかもっと自信を持って頑張ってみたいな、でも なかなか持てなくて、可愛い声してました。はい、私そういう声出さないからめっちゃ羨ましい。顔から可愛いです。そう、可愛い、本当に。顔からまず可愛いです。歌の評価よ。あ、声が可愛い。もちろん。顔はもちろん。あ、声が可愛い。可愛いからでももっとやっぱ自信を持って、あの音程もそんなに外してないから。はい、可愛い声でさ、もっと出たらさ、めっちゃいいと思う。うん。歌ちが。自分に自信を持ってすることができたので、そこがこの合宿で得たことだと思います。昨日の自分より明日の自分を目指して頑張りたいと思っています。木下愛です。
くじとかあんまないんですけど、いちごをいっぱい食べることができます。私の性格はみんなと仲良くなることができます。ダンスすごい苦手だったんですけど、メンバーの子たちが私にいろいろ教えてくれたので上手になりました。メンバーとやることの大切さがすごい分かりました。つまらない人ってどういう人だと思う？夢があってもそれを追いかけようとしてもないとか。いいね。うわ、このグループの歌マジいいわみたいな感じで刺さっていく歌を歌ってほしいなって思う。人は誰も皆年を通って比較しか見えなくなる。うつむいて小さなことばかり気にしてしまう。もっと遠くを見よう。すごい難しすぎてびっくりして、でもメンバーのみんながいろいろ教えてくれたのでちょっとはできるようになったんじゃないかなと思います。まあ今度のレースまでには絶対に完璧にしたいと思います。静岡県出身の萩原穂香です。鶏肉が好きですよく何考えてるか分かんないって言われます。近いです。やばいです。振りは覚えてるんですけど体が動かないです。最初は不安が多かったんですけど楽しかったです。もう一緒にダンスを教え合ったりして、ができないことができるようになったりして楽しかったです。みんなに愛されるグループになりたいなって思います。もうみんなでも話してたんですけど、みんな仲が良くてなんか仲良く行きたいねって言ったので、その仲の良さでみんなに愛されるグループになりたいなって思います。明日はもっと頑張ります